こんにちは、柴田です。今回はバッカスのレスポールタイプと本家ギブソンのレスポールスタンダードを鳴らし比べていきたいと思います。以前の動画でこのバッカスのレスポールタイプとブリッツのレスポールタイプ、格安レスポールのレビュー動画を上げているんですけれども、その2本をね比較したら、このバッカスの方がですねサウンド的には良かったので、このバッカスと本家を鳴らし比べていきたいと思います。まず本家とこのバッカスの違いとしては、重量感がね全然やっぱ違います。本家レスポールはねズシーンとしてるんですけれども、これはね非常に軽いですね。ボディとネックはねマホガニーな感じはするんですけれども、このね生音が非常にあのヤマハの SG600 に似てるんですよ。あれねアガチスなんで、もしかしたらこれもねアガチスかもしれないです。音が悪いとかではなくて、軽いので抜け方もね非常に軽いです。よく言えば本当に軽く抜けていくんですけれども、悪い言い方をするとちょっと重厚感がないサウンドかなというところですね。普通にいいですよね。全然本当悪くないですよね。ちょっと歪ませますね。しっかりとレスポール感があるサウンドだなと。弾きやすさも気にならないし、サウンドもね特にね不満なくね鳴らせるんじゃないかなというふうな感じです。続いて本家のレスポールスタンダードです。やっぱねネックがねしっかりと太い、これぞレスポールというふうな感じです。なんとなくわかりますかね、重厚感。生音の中にもやっぱり重さがあるというか、これリアなんですけど甘いですね。1枚コーティングされてるような、やっぱりね甘さがありますよね。
感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ弾き心地はねさすがに本家の方が断然いいんですけれども、全然ねこのねバッカスも安いのにねかなり検討しているなというふうな感じがいたしました。どちらもねフルオリジナルの全然カスタマイズなしなんですけれども、このバッカスに関してはね本当ピックアップと変えたらね一気に化けそうな感じしますよね。この軽い出音を逆にね生かしたような感じ、若干エアー感というか、まあ、そういったものも感じられるので、このサウンドねハマる人はねめっちゃハマるんじゃないかなと。最近のねバッカスはね本当にレベルが上がってきているので、これね見かけたらぜひぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーマンでした。